はいこんにちはレトスノーノです8月3日の3問に入っていきます A は B に対する金銭債権を C に譲渡し4月1日付の確定日付のある証書を B に送ったその後 A は D に債権譲渡を行い 4月2日付の確定日付のある証書を B に送った。この場合 C は D に優先して権利を行使することができる丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えはこれ×ですね。債権が二重譲とされた場合、確定日付のある債務者の承諾、もしくは譲り渡しに A から債務者への通知、 で、対抗要件を備えます。で、これは、えー、昨日勉強した内容ですね。では、どちらも対抗要件を備える場合はどうなるのか。これを考えると、通知が到達した日、もしくは承諾の日時の戦後によって優劣が決まります。つまり、今回の問題文で言うと、通知が先に到達した方が勝ちだということなんですよ。で、問題文見ると、どちらが通知が早かったかって、これ、書いてないんですね。 あくまでも書いてあるのは確定日付が書いてあります。で、ここでは判断しないんですよ。どっちが先に債務者 B に到達したかっていうところなんですけれども、これ、どっちが先に到達したかは書いてありませんので、C は D に優先して権利を行使することができるというのは誤りになります。で、問いにですね、手付金額の制限についてです。え、宅建業者 A は宅地建物取引業者でない B に、 A 所有の宅地を1200円で、売却した際、手付金と今回は、あの、まあ、記述式のようになってるんですけれども、まあ、実際記述式は出ないです。ただ、これぐらいの計算はですね、できてほしいということで出題いたしました。で、答えはどうなっているのか。答えは240万円ですね。え、ハッシュ規制の一つである、手付金額の制限についての問題なんですけれども、 ハッシュ規制なので、え、売り主が宅券業者、買い主が宅券業者じゃない場合に適用されるんですね。で、その際、え、売り主業者が買い主から受け取れる、え、手付金の金額っていうのは、代金の20%。これが限度なんですね。20%を超えて手付金を受領することはできません。 したがって今回、えー、代金って1200万円なので、1200万円の20%は240万円。つまり240万円までは大丈夫ですけれども、例えば241万円とかであれば、それは宅建業法違反になるということです。では問い算に入ります。え、要請率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、 当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として当該共同住宅の延べ面積に参入しない、丸か×かという問題です。これ答えは×ですね。3分の1、これが誤りです。正しくはこれすべてですね。共同住宅っていうのはアパートとかマンションとか、まあ、そういったものです。これらの廊下や階段の床面積っていうのはすべてその建物の延べ面積。延べ面積っていうのは各階の合計面積ですね。これには入れません。 つまり、この廊下や階段部分の面積は建物の延べ面積に参入しないっていうことなんですね。つまり、マンションの部屋の合計面積が1000平米あって、廊下やエレベーター部分の面積が200平米あったとします。まあこれ合計すると1200平米ですよね。ただこのマンションの延べ面積っていうのは、この廊下やエレベーター部分のこの床面積200平米、これ入れませんので、まあ階段部分もそうですね。もう入れませんので、1000平米になるということです。 そして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてくださいこうやって理解するのかこういうことだったのか新たな発見や理解 さらには頭の整理まで行います試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょうレトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした今年絶対合格しましょう